フランチェスコ・ビッソロッティは現代クレモナを代表するバイオリン製作者、またバイオリン製作における優れた指導者でもあり、多数の更新を排出している。1929年4月2日、クレモナ北部の小さな村、ソレジーナに生まれる。家具職人のおじの影響で若いうちから木工を始める。1940年代に近郊のカステーレオーネの中心地に転居し、 著名な彫刻家であり飾り物職人ジーのロッタに弟子入りする。さらに音楽への強い情熱により腕利きのアマチュアバイオリニストとなる。独習でバイオリンを制作した後、1957年にクレモナ国際原楽器制作学校に入学。入学後数ヶ月間、ピーター・タターが教師を務めた。その後かの有名なガエターノの息子であり、 パルマ出身のピエトロズガラボットが教壇に立った。同志は制作技法に従来指導してきた方法とは違った新技術を導入した。中でも意義深かったのは内型と赤っ先ウーザと呼ばれる楽器の最後の組み立て作業の後にアウトラインを仕上げパーフリングを施すを取り入れたことであった。ガエターノの楽器の多くをビッソロッティが修理、点検していたこともあり。 当初のビッソロッティの作風は、ズガラボットの影響を強く受けていた。1960年代初頭に、レナート・スクロンラベザ、ジョバッタ、モラッシュと共に、ジュゼッペ・オルナーティとフェルディナンド・ガリンベルティが指導する修復コースに通う。この時の経験がビッソロッティの楽器製作者としての経歴の一つの重要な分岐点となった。1962年にプラティナ通りに、 最初の工房を開く。同時期に、シモーネ・フェルナンド・サッコーニと親しくなり、ビッソロッティは、サッコーニに支持するようになる。1962年から1972年にかけて、サッコーニは、夏季の数ヶ月を、クレモナで過ごし、ビッソロッティの工房で働き、二人で当時、パラッツォで、ダルテに保管されていた、ストラディバリの遺品コレクションの研究、再生理を成し遂げた。 遺品を品目別に整理し、掃除し、必要な場合は修復し、最終的にコレクション全体を再編成した。この作業が、サッコーニの研究の集大成でありビスソロッティも、その作成に協力したザ・シークレッツ・オブ・ストラディバリの出版に至る下準備となった。二人の共同作業は続き、サッコーニが作業所を指揮するニューヨークのワーリッツァー社とのコラボレーションも行った。 ビッソロッティは、クレモナ国際弦楽器制作学校の教師となり、当時は、木工工房を、次に、弦楽器制作を担当した。彼は、バイオリン制作において、ストラディバリ式に忠実で、ビオラに関しては、ガスパロダサロ型や、テストーレ型、チェロはベネツヤ派を模範とした。ビッソロッティは、約600台の楽器を制作した。主にバイオリン、ビオラ、チェロだが、リュート、 ビオラダモーレ、ビオラダガンバ、コントラバスも手掛けた。さらに彼は変わった木材を試し、パガニーニのレパートリーとして5弦の大型のビオラを復元した。息子ティツヤーのビッソロッティが若くして亡くなり、その後、マルコ・ビニーチョ、マウリーツヨ、ヴィンチェンゾの3人息子と共に、現在もクレモナのサンパオロ広場の工房で活動している。2019年1月31日に死去。 89歳坊津、ありがとうございます。